せーの、皆さんこんばんは、ルケーナです。今日はですね、こちらのカップヌードル、カレー味、トマト味、シーフードってあるんですけど、そちらと雪見大福を買ってきました。今日は何をするかっていうと、ちょっとツイッターとかでバズってるやつで、ここに雪見大福を入れるとめっちゃ美味しいっていう。めっちゃやりたいのよ。そう、なんか実際にはカレー味でやってくださいみたいなおすすめされてたんですけど、この2つもあるんじゃないかなと思って一応買ってきたので、まあこれの味を試してみつつ、他の味もね挑戦してみようかなという感じでやっていきたいと思います。それではせーの、レッツラゴー。あ、変わりました。ここも変わりました。はい、じゃあ作り方をね、確認していきたいと思いますが、雪見大福を入れて熱湯を少なめに注ぎって書いてあります。私がツイッターで見たのは、内側の線から5ミリぐらい下のところまでお湯を入れるらしい。なるほど。で、雪見大福もここに入れちゃっていいってことだよね。もう。入れてお湯を注ぐ。3分後によくかき混ぜる。これはこの販売会社さんも美味しいって言ってるぐらいだから、もう公式よね。ね。今年で37年目だった雪見大福。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になっております。顔みたいになっておりますけど。あ、本当だ。共感するな、そこで。じゃあ入れますよ。はい。せーの。以上、かわいいコロンつってな。ほら、見てかわいいです。私たち今日なんか白くてきちゃったんですよね。あの、気をつけるよね。飛んだらやべえで。え、やばいよね、うちら何なの今日。なんで白にしたの。わからん。なんか晴れてるから、で、今お湯が焼けるのをちょっと待っていります。ごめんなさい。はそれでは、まずじゃあコーラから。コーラからもう全部違う。線から5ミリぐらいですので、はい、あの、え、5ミリってどこ？5ミリってどこ？まだまだまだ。あ、来た来た来た。多いかな。あ、いいんじゃない。あ、いいね。3分。あ、3分。今5分なので8分まで。はい、全部入れました。これさ、箸こうやってやると綺麗に割れるっていうのあるよね。違う、どこかある。よし。めっちゃ綺麗なんだけど。めっちゃ綺麗。え、うちじゃあいくよ。ペンペンやった？うん、やった。やってんやん。入るんだよ。混ぜまーす。混ぜてよい。はい、じゃあシーフード混ぜやす。やばい。え、どこまでぐちゃぐちゃにしていいの？ちょっと混ぜていい？うん。うわ、やばいやばい。うわ、なんかモッツァレラチーズみたい。やばい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 。はい、こんな感じです。なんかミルクみたいになった。めっちゃ美味しそうなんだけど。はい、じゃあ食べていこう。はい。え、じゃあまずカレーからじゃない？そうだね。わー、いただいてやってよろしいですか？うん。うん、早いよ。美味しそう。これいただきます。なんか突然ディズニーの味になる。ガチ？ね、めっちゃ美味しいこれ。そう、やばい、これみんなやってほしい。美味しくない？やばい、めっちゃ美味しい。え、なんかむしろこれからカレーのカップヌードル食べるときこれ入れないと済まされないぐらいにうまい。済まされないぐらいにうまいよね。全く嫌なところがなくない。これ誰が見つけたの？ね、どうやって見つけたの？3億点ぐらいあげたい。え、本当に。え、これ割と2個ぐらい入れてもよかったよね。え、全然平気、全然平気。え、ちょっと他のもいこうよ。どっちから食べたい？え、じゃあなんとなくシーフードから。シーフード私甘じょっぱい感じで合うと思ってるんだよね。色はあの可愛いですって感じ。うん、まあ同化しましたみたいな感じはある。くどいんかな。うん、甘い。待って、なんでだろう。同じ感じぐらいで食べたのにめっちゃ甘く感じる。え、やっぱさ、あれじゃない、こっちはちょっと辛いから。ちょっと食べてみて。これよく混ぜたら美味しいかもしんない。すごい。うん、甘いよね。うん、アイスが勝ってる感じ。え、でも割と好き、甘いの好きだから全然。ちょっと結構混ぜてみた、下から。うん、混ぜたらちょっと塩気出てくる。あ、美味しいわ、ちょっと甘めなシーフードぐらい。うん、じゃあ次トマトチリ。マジでチーズなんだけど、トマトに関しては。あの、一番見た目は美味しそうなんだよね、赤と白で。どう？うまい？なん
か、うん、やっぱ合わないってことはない。そうなんだ、うん、なんか感想としてはちょっと、うん、テーマパークってディズニーっぽいっていうわけではなくて、テーマパークっぽい、ちょっとカラオケっぽい、なんだろう、ちょっとファストフードっぽいっていうか、うん、ちょっと美味しい甘い感じがやっぱり、うん、わーって感じするから。でも分かる分かる、うん、総じてカレー食べたくなるのやっぱり、うまっ。ランキングをつけてみようか。そうだね、美味しい順で、うん、1番目から第1位でくでくでくでーじゃん、カレーですよね。うん、これはカレーがやっぱ一番うまいわ、うん、アイスの嫌な感じがいない、合わさってさ、うん、アイスってなんない、うん、このために生まれてきた2人ぐらい。そうそう、めっちゃ120点本当にみんな試した方がいい、これは、うん、絶対ね、めっちゃ飲んでた。あ、結構、うん、カレーって強っ、やばいよね。じゃあこんなゴシゴシしながら第2位、はい、ダガ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 ダ。白着て気をつけなきゃねとか言ってたのに普通に飛ばしました。私はちょっとセーフでしたけど、何やってんだろう、落とし方教えてください。結構ここだけしかも濡れちゃってるさ。こんななんだけど大丈夫かな。皆さんぜひ黒 T を着てご堪能あれ。せーの。